はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。では今回は、ハーツ・オブ・アイアン4中国プレイの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、対日本戦への備えということで、軍備を増強増強というところをお届けしてきたと思うんですが、最後にいよいよ日本軍が戦線を布告してきたというところで、今回はですね、本格的に戦争状態に突入していくことになると思います。で、中国はですね、中華統一戦線という陣営に、盟主的な立場で入っていますので、中華統一戦線として日本軍に立ち向かっていくということになると思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まずは軍をですね、早速展開していきましょう。すでに演習をしている場合ではなくなってますので、演習はすべて終了します。ちょっとね、騎兵さんを間違って今解体しちゃったので、騎兵部隊をもう一度編成し直します。ちょっと操作がめんどくさいな。なんか一括でガーンとやる方法ないかな。あ、あるな。この状態にして近づいていって、騎兵を選べばいいだけだよね。とりあえずこんなもんでいいかな。ちょっとね、当初の師団構成と変わっちゃいましたんで、そこだけ見直さなきゃいけないんですが、27になってると溢れちゃってるんで、ここだけね、変えていきましょう。ちょっといきなり最初ぐちゃぐちゃになっちゃって申し訳ないんですが、新兵混じりのちょっと心配な人たちばっかりなんですけど、なんとかこらえていきましょう。さあ、では戦線を構築していきます。まず本土防衛方面の本土防衛軍、海岸防衛隊はこのまま海岸防衛に当たらせます。で、海岸防衛をする場所なんですが、ちょっと増やさなきゃいけないですね。間に合ってくれればいいんだけど。で、北京方面軍はこのまま満州の方を目指して進軍する予定で、満州方面に前線を引きましょう。で、対日方面軍の方も同じく前線を引いていきます。まずは主力の強襲軍ですね。
で、さらに本当はね、機動力重視の部隊も投入したいんですが、これは予備として残しておきたいので、やっぱりどうしてもね、このまま一旦配備を見送りましょう。で、前線全体を支える部隊として遊撃歩兵軍も広範囲に展開していきます。さあ、これでいいかな。準備完毕、長官。では時間を進めてプレイの方を再開していきましょう。继续攻击。いや、でもな、この機動軍として目打ってる部隊は山西の方に配備した方がいいね。继续攻击。配備しよう。師団の指揮権をこちらに委ねてくれるわけだな。となると新たに1個軍を創設して、それらの軍を取り込んだ軍を編成した方がいいね。不可置信。司令官がいないってのがちょっと痛いか。そうなると司令官がもういないもんね。新司令官雇うとなるとどうなる。1111か。これで新司令官か。50も使うのはちょっともったいなかったな、今更ですけどね。じゃあ彼らにも戦線に加わってもらいましょう。日本軍の強襲上陸にだけは警戒が必要なので、そこだけはね、常に注意を払っておきましょう。とはいえしっかり軍は配備してあるはずなんですけどね。多少手薄になっているのは守る範囲が増えたことによって少し手薄にはなってくるかなっていう懸念はあります。
是的，长官。 強襲上陸は今のところまだ始まってないね。まあ、ただいつ始まるかわからないので警戒だけは怠ることはできないですね。なんかこの北京方面に集中してるといつの間にか強襲上陸をかけられていてひどいことになってるっていう可能性もありますからね。普通に汚くなってきてるな。陸軍の経験値が51までは来てますね。この後はだから前回も少しお話したアーミーリフォームをかけていければいいかなというところですね。さあ全体的に戦線は真っ赤に染まってるな。大丈夫かな。まあさすがの日本軍というところはあると思うんですけどね。戦線を維持していっていて今遊撃軍も投入しているのでまあ総力戦になってしまっているのが心配なところですかね。全く戦力的な余裕がない。まず現状を維持して装備が行き渡りかつドクトリンが進んでいくのを待つしかないかな。人的リソースは幸いありますからね。
怖いのがやっぱり強襲上陸部隊だな、敵のね。本当に強襲上陸がいつ来るかっていうのがドキドキもんなんですよね。日本軍の動きとしてはまだまだまだって感じですもんね。有指示。さて、陸軍の経験値がもうちょっとで99、ここが一つの転機になる、すいません、なる可能性はありますからね。問題は強襲上陸だよな、敵軍のね。ここで強襲上陸が成功するとピンチになるんで、それだけは避けたいですよね。さあ、上海の方の強化は済みましたと。そうすると国家方針として次どこを取るかだな。海軍の造船所に走るのが一番いい気はするな。研究はじゃあ支援火器を入れておきます。では中華統一戦線合同軍の方は少し進撃しましょう。手薄ですからね、あっちの方は。で、日本軍の強襲上陸があるかないかというのは定期的に確認していきます。うわー、
上陸されているよ。ちょっと一旦時間止めましょう。ここは上陸されたまま許すわけにはいかないので、追い払わなきゃいけないな。まだ数は多くないので十分に追い払える数ではありますね。ただ日本軍は動きが早いからな。そしたらちょっとばかし動かして叩いちゃいましょう。間に合ってくれればいいんだけどね。自動車化大隊とかだともね、これでもう一気に侵入されて目も当てられない状態になるんですけど、まだ大丈夫かな。ただいずれにしてもここに増強は必要だな。かなりの数上陸されてるな。この火消しは必要だな。そしたらこの火消しのために急いで火消し部隊、ここで増援がね、遊撃軍がいないっていうのが辛いとこなんですよね。ちょっと全く想像してないところから上陸されてるからな。火消しに奔走しましょう。火消しに。これ以上内陸に侵入されるわけにはいかないからな。早いうちに火消しはしちゃいたい。うお、だいぶ侵入されてきたな。これはなんか前回敗北した時と同じパターンになりつつあるな。ちょっと待ってくださいね。そうなるとどうしようかな。ちょっと今さら軍を回すっても間に合わないからな。急いで包囲戦を展開しなきゃいけないな。準備完毕、長官。
何部隊か引き抜いてでもちょっとここに無理やり入れるしかないですね。結果的に遊撃軍を投入したのか良くなかったな。今更ですけどね、間に合ってくれればいいんだけどね。火消しがこれ以上広げられるとね、ちょっと厳しいかなって感じにもなってきちゃいますからね。強襲上陸のための火消し部隊、今8師団投入しましたけど、これが効いてくれればいいかな。さあこれでじゃあちょっとまた時間を進めていきましょう。特に気になるのがやっぱり下だな。上陸をかけてきた日本軍の数まだ多くはないんで、今ならまだね火消しも間に合うんですけどね、さらにここから上陸を仕掛けられるときついな。いや、どんどん海のように広がってきている。これをなんとか沈めないとな。そうだ、アーミーリフォーム入れちゃおう。アーミーリフォーム、すっかり忘れてたけど。火消しが間に合えばねいいんですけどね。火消しが間に合うかどうか。そうすると次何入れるかだな。ちょっと困りましたね。対戦車砲入れる？いや、ここは野戦砲入れよう。これでプラス 10% 働くからね。特に新しく生産ラインを増やさなくてもいいっていうのを、それで 10% アップは割とお得ですよね。さあ海をねしっかり直していきましょう。
まあ、北京方面は一進一退なので、これはまあ予定通りというか、ありがたいというか、助かるというか、まあそんな感じかな。ただ、北京方面軍の方の、指揮系統をちょっと見直しておきましょうか。対日方面軍の北京方面軍ですね。前線がちょっと崩れているので、少し整理し直しましょう。さあ政治力を使っていきましょう。参謀ですね。最後の陸軍の兵団出てきます。開始行動。なんとかね、これ以上侵入されないうちに火消しをしておきたいところなんですけどね。北京の方はどうなってるかというと、ちょっと北京の方も目を移しておきましょう。北京の方も一進一退が続いてるな。特にね、戦況が好転しているっていう状況でもないけど、まずいっていう状況でもないので、これはある意味善戦してますよね。本土で戦っている利点を生かして、兵力を増強していけるっていうのは大きな利点になるはずですよね。なので増強をかけていきましょう。
长官。集合。集合。命令。さあ、国家方針が先に進められるので、ここは先に進めておきます。よし、日本軍を徐々にですけど駆逐しつつあるね。準備完毕、長官。さあ、さらにソビエトから義勇軍が来ると。よし、状況は徐々に良くなってきてるはずだ。ちょっと待ってくださいね。北京の方が戦線が崩壊しつつあるな。そしたら北京の方は予備軍がいるはずなので予備軍を出しましょう。急いで騎兵を動かそう。この時のために騎兵を用意しておいたと言ってもいいからな。準備完毕、長官。いやー、上に行ったり下に行ったり大変だな、本当に日本軍の相手するのは。ただ強襲上陸かけてきた部隊は一旦これで追い払えそうな感じはありますね。苦労はしましたけど。ここに5師団入ってきてるんだな。この5師団相手に20師団ぐらいで戦うのでどうにかなりそうですね。問題のここも騎兵がいるんで騎兵でなんとか抑え切ってもらうしかないね。ただ敵の進軍が早いんだよね。こんな感じで
早いので、どうしようかな。そうすると騎兵軍以外で当てられる軍はいないんだよね今。なんとかこれで対応するしかないね。はい、というわけで時間もいい時間になりましたので一旦ここで終わりにしてですね、次回この続き日本軍との戦い、まあ、ご覧の通りかなりね熾烈な戦いになってきてるんですけど、まず北京方面の方は一進一退なんですが、ちょうど穴が開いたところから日本軍に侵入されているので、まずこれの追い払いから始めていきます。一方南の方なんですけど、強襲上陸をかけられたんですが、今はなんとかそれを追っ払いつつあるという状況ですね。遊撃隊が戻ってくればなんとか蹴りがつくかなっていう目処は立ちました。というわけで、次回もね、この続きプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。